タートしました。14頭ジョッキー手が動いて、外から敬愛道祖神、そして猫パンチも行きます。敬愛道祖神と猫パンチ、両馬が並んでいきました。両馬が並んで、これから今度は猫パンチ先頭に変わって、1周目3コーナーから4コーナーに向かっていきます。敬愛道祖神が2番手になりました。サンテミリオンが3番手、前から4番手にアクシオンです。あとフェイトフルオー、ヤングアットハート、ネバブション、中段のやや後ろにルーラーシップ、内にマイネルキッズ、あとはコスモロビンとトーセンラー、ユニバーサルバンク、内にスノークラッシャー、最後方からウィンバリア州の展開でスタンド前に入りました。猫パンチが飛ばしていきます。猫パンチがリード、6馬身7馬身大きくリードを開いていきました。敬愛道祖神が2番手です。3番手にサンテミリオン、そしてアクシオンが4番手、あとはネバブション、フェイトフルオート、そしてヤングアットハート、その後は2馬身差、ルーラーシップ、内にマイネルキッズ、あとは半馬身差でコスモロビンが追走して、当選ダー、ユニバーサルバンク、スノークラッシャー、最後方に構えるのは7番のインバリアシオンで、1コーナーのカーブに入っています。猫パンチがリードを大きく取りました。10馬身以上リードを取って、早くも2コーナーのカーブに入っています。離れて敬愛道祖神が2番手、その後アクシオンが3番手です。あと内にサンテミリオンと外並んで、ヤングアットハート、あとは1馬身差フェイトフルオー、そしてルーラーシップが外から、内にはネバブションです。直後にはコスモロビンが追走して、マイネルキッズ、あとはトーセンラー、ユニバーサルバンク、スノークラッシャー、変わらず最高峰はウィンバリアシオンの展開。向こう上面から第3コーナーに向かって、猫パンチまだ大きなリードを取っています。猫パンチまだ10馬身近くリードを取って、早くも3コーナーのカーブ。敬愛道祖神が2番手、内にサンテミリオンです。アクシオンが前から4番手、その後前から5番手、ネバブションが追走して、ようやくルーラーシップが動いていきました。600の標識を通過、その直後にはヤングアットハート、フェイトフルオー、あと1馬身差、トーセンダー、そしてウィンバリアシオンも今中段からやや後ろに位置して400の標識を通過。第4コーナーのカーブ、さあ逃げる猫パンチ、リードはまだ5馬身近くあります。第4コーナーカーブから直線コースに向いて、外からルーラーシップ、今2番手の一線前を追っています。あとは敬愛道祖神盛り返してくる、そしてウィンバリアシオンも来た。前は猫パンチ、リードはまだ4馬身近くあります。ルーラーシップ、ルーラーシップ、そしてウィンバリアシオンが追い込んでくるが、猫パンチ、猫パンチ、リードは4馬身ぐらい、ルーラーシップ、それからウィンバリアシオン、猫パンチ逃げ切ってゴール。猫パンチです、逃げ切りました。